ムービー入りました。あれも戻ってた。うん。さっきね。逃げてきたんじゃない？それはエラックスだろ？はぁ？とりあえずみんな無事みたいでよかった。ハートレスがいた。ああ、こっちもだ。住人はいなかった。同じく。強いハートレスはいた？うん、そこそこいたね。うん。考えたくはないけど、あのレベルの敵だと、上級クラスメンバーでも一人で勝てたかどうか。うん。どうする？ここは一度マスターに報告に戻って改めて出発した方が。いや、それはない。え？そうだな、それはない。じゃあどうする？この危険な任務をこのまま続けるのか。俺たちキーブレード使えたろ。ハートレスがいれば倒す。それが使命だ。敵が強いからって逃げ出すのか。ハートレスの存在もそれが脅威であることも、これまでマスターから教わっていたはずだ。上級クラスのメンバーも正式な形で出発したなら、それなりの準備も覚悟もあってのこと。俺たちは？今回の任務に覚悟はないのか？まあ、それとももしこれはやべえわって思ったら、一人でもここに逃げて帰ってこよう。後ろは振り返らず全速力で。それはエラックスだろ？受ける。そう突っ込み。じゃあ今度は何か確実な手がかりを探しましょう。うん。編成はどうする？ウードにしよっか。よし、これで準備はいいな。うん。でも怖かったら逃げてもいいんだよね。うん。大丈夫さ。ベルより先にエラクスが逃げるから。またみんな無事にここで会おう。ああ、また行くのか。そう。いい感じだと思います。4体だけのこの4体目が倒せなかったんです。うん、レベルが上がってるんで。そう、これが強かったんだよね。やっぱ強えな。やっぱ強えな。戦闘の時の BGM がすげえ上がるんだよね。頑張れ頑張れ。ちょうどいい調整。大丈夫大丈夫、耐えられるようになってるからね。耐性ダウン。頑張れ頑張れ。いけるいける。半分切らないもん。なんか配信調子あんまり良くねえな。昨日よりなんかちょこちょこ止まるね。HP300 突破。
マジか、2日かけてもう倒しまくったのに、雑魚的。あれなんか重い？あ、でもさすがにいけそうです。あ、勝てる勝てる。いけるいける。勝ったー。300か、やっぱ強かったよねこいつ。あー、イベント来ましたー。4年後、フォーイヤーズロイデだ。行くのか？あ、みんないいやつだった。うん。なくなってるのか？あ、マジか。旅立つ必要はない。まだ自分を責めてるのか？マスター承認試験の前に世界を見て回りたい。承認試験はまだ先だ。それにもう世界を見ただろ？すべてではない。何が見たいんだ？うん。切ない。待ってるからな、勝ち逃げは許さないぞ。117勝312敗8分け。107勝323敗7分けな。受ける。細かいな、細かいね。誤差だろ？いや、誤差ってレベルじゃないだろ。安心した。じゃあまたの相棒。あ。ああ、エピソード1終了でーす。やった。スイカ割りイベント。いきまーす。うん。まあもう王様のイベントはもうさすがにすぐ配信しないとね、好きなんで。勝てるだろ？これででも勝てなかったらやべえな。ちょっとレベルまた結構強えな。あ、でもこっち全然効かないね。敵の攻撃効かないね。いけるいける。これいけるぞ。149。
せめてさ、ランク2でずっと回せたらな。敵が強いんだよね、ほんとに。あ、ターゲットバトル。レベル 50? うっそ。あ、263来た。チートやんけ、レベル50なんて。やば !151。魔法が来ないとこれ結構きついぞ。いや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 。これでもリセットせずに。ファイヤーがめっちゃ入るね。そのために、でも10回リセットす。え、じゃあ1枚手に入れたらこれ結構強いんじゃない?ミッキー。魔法以外ゼロだもんな。あー、魔法となんか以外ゼロ。あー、ファイヤー来た。275。半分いったよ。2回使って、ハートブレイクは全然効かねえのがあれやな。そのためのお守りなのね。263。どんなにきつくてもあと2回でいけるからね。スライドダッシュも全然ダメージ入らねえもんな。いけるいける。いけるいける。はい、来た。275、263。あ、ケアルケアル、いいね。ケアル来て、ファイヤーが来ない、ファイヤー来ない、ファイヤー来ない。え、ファイヤー来ねえじゃん。全然来ない。あ、来た来た来た。最後の最後に、275。3だ!魔法めっちゃ入るね。魔法カードがまあ2枚しかねえからな。危ねえ。